シールズ関西から来ました立命館大学2回生の大沢真美と言います。これだけの学者の先生の後で何をお話ししようかとずっと悩んでたんですが、学者の先生には学者の先生にしかお話しできへんことがあるように、目立たない私ですが私にしかお話しできないこともあると思うので、今日はそういう話をしたいと思います。シールズ関西はシールズと同じ日に活動をスタートして勉強会と並行しながら地元関西で6月から毎月デモを行い、7月からは毎週金曜日に凱旋も行ってきました。同じ町に住んでても自分とは違う国籍や経済状況にある人のスピーチは、私に自分とは違う誰かと生きていくことへの想像力をくれました。もうすでにこの町で一緒に生きてたんやって気づかせてくれました。それは誰かに死ねというよりも自分が明日どう生きていくか語る方がよっぽど未来を変える力を持っていることを教えてくれました。自民党の改憲草案では福祉という言葉が利益や秩序という言葉にすり替わりました。でも私はもう十分にその福祉という言葉に多くの人々の生活や自分自身の権利を想像できるようになったんです。草案では国家権力を縛るための憲法が私たちを縛ろうとしていますが、中身のない言葉ではもう私たちを動かすことはできません。それはこの夏心を持つ私たちが決して無力なんかじゃないことを知ったからです。この社会には自己責任という見て見ぬふり、自分だけを責めることが美化される姿勢、他人を傷つけることで解消する鬱憤や弱い者にしわ寄せのゆく仕方のなさがあふれています。常に何かに追い立てられるように数字で金でノルマで自分を語ることが求められています。飛び交う言葉には中身がなくなり、それは誰かを傷つけ、言葉で傷ついた人は言葉で傷つけることで自分を守ろうとします。その感覚が私には痛いほどわかります。私も小さい時からいい子を求められてきたからです。先生に気に入られる、空気を読む、長いものにまかれ、議論を避け、ルールは疑わない、学校に通い続けることが正義、偏差値が高ければ勝ち組、それこそが幸福。私はいつの間にか自分の感覚や感情を頼りに行動することが怖くなっていました。私は言葉を自分の中に押し込めて黙ることを覚えました。そうやってひたすら教室にこの社会に順応することが普通やと思ってました。でもこの夏、普通だったことはどんどん普通じゃなくなりました。昨日までファッションの話しかしなかった学生が政治を語り始めた。本とパソコンの前から動かなかった学者が雨に打たれながら路上に立った。多くの芸能人がタブーを破り政治的な意見を表明した。あるサラリーマンは金曜の会社帰りは凱旋に立ち寄るようになったし、スピーチを聞いた彼女は通り過ぎようとした恋人を引き止めた。友達は初めて来たデモで黙ってプラカードを掲げたし、臆病な私が国会前でマイクを握った。当たり前に順応するのではなく、何を当たり前にしたいのか常に思考し行動し続けること、どうやらそれだけが未来を連れてきてくれるようです。空気を読んでいては、空気は変わらないんです。そのことをデモをするたび、凱旋をするたび、一緒に声を上げる名前も知らない人がその勇気でもって教えてくれました。武器を持ち、一
人を殺すことが普通の国だというのなら、私はその普通を変えたいんです。私には私を支えてくれる大切な女の子たちがいます。そのうちの一人がこの間私が嘘ついて冗談で教えた誕生日に内科ではたいてホールケーキ買って全力でお祝いしてくれて、私なんかが生まれてきたことをほんまに喜んでくれて、嘘の誕生日やったけど生まれてきてよかったって生まれて初めてあんなに思いました。私はその子が本当は行きたかった専門学校を諦めたこと、家庭環境をバカにされたこと、家が安心できる場所じゃないこと、しんどい時にしんどいと言われへんこと、その全部を当たり前のままになんかしたくない。だから私はもう絶望という当たり前に慣れてしまうことをやめました。明日からもその子と生きていきたいからです。私は手触りと沈黙を大切にし、私の言葉で私を語り続けます。それが私にとって唯一のアイデンティティであり、私にとっての自由であり、私の反戦の誓いであり、ファシズムと全ての差別に対する私にできる最大の抵抗だからです。そして誰にもそれを打ち砕くことはできない。なぜなら私の想像力も私の言葉一つ一つの背景にある笑いや涙の経験も誰にも犯すことはできないからです。私はほんの数年前まで新聞の中だけにあった沖縄を東北をこんなにも近くに感じたことはなかった。彼らの息遣いが怒りの声が今の私には聞こえます。そして原爆ドームの前に立ち尽くすあの人を、杖をついて国会前に足を運び続けるあの人を、弱音を吐けないまま死んでしまった大好きなあの子を、こんなにも近くに感じた夏はなかった。こんなにも人のぬくもりを感じた夏はなかった。こんなにも自分が生きていることをかみしめた夏はなかった。私は戦後70年を迎えるこの国に、世界中で銃声に怯える子どもたちに明るい未来を見せる努力を求めます。貧困大国であると同時に自殺大国でもあるこの国に、安心して命を育める環境を求めます。政治家の一人一人にこの国とこの世界に生きる人々の暮らしや夢や命に対する想像力を求めます。私の言葉を理想論だとか綺麗事やと笑う人がいるかもしれません。でも希望も語れなくなったら本当の終わりです。だから私は明日からも路上に立ちながら大いに理想を語ります、夢を語ります。それはそうやって社会を作っていくのがこれからを生きる全ての人に対する私の使命やと思っているからです。今言葉を失い打ちひしがれ、自分には力がないと思い込まされている全ての人に、過去の私にその姿を見せなあかんと思っているからです。生きる希望を見せなあかんと思っているからです。私はもう全部失ってしまった。国への信頼も豊かさへの信頼も自分らしく生きる場所も絞り取られるように失ってしまった。そして一方で誰かからそれらを奪い取っているこの国のどこかで、第三世界の大地で、私の手の中にはただ未来だけが残されています。私はもう何も奪いたくないし何も奪わせない、その理想を掲げ続けます。私の望む未来から
安倍政権の退陣を求めます。本を読み、過去に学び、路上に立ち続けましょう。希望を語り、小さなことをやり続けましょう。それが目の前の当たり前の絶望を変えていくことを歴史が証明しています。2015年10月25日大沢まみ、私は安全保障関連法に反対し、私と私の大切な人が生きる社会に自由と民主主義を求め続けます。